はじめまして。福岡で、はい、ボートレーサーをしてます大山千尋です。25歳です。肥後遥香です。大山選手をモデルに今 CM でボートレーサー役をやらせていただいてます。今日はちょっとお話できるの楽しみにしてまして、よろしくお願いします。はい、大山選手、私大山選手に何て呼んだらいいですかね。そうですね。そうですね。でも年も近いですし、ね、なんて呼ばれてます。そうですね、下の名前は千尋って言うんですけど、うん、ちーちゃんって呼ばれますけど、かわいい。ちーちゃんって難しい。ちーちゃんっていうのは恥ずかしいですね。そうですよね。あ、でもちーちゃんって呼ばせていただいてもいいですか。え、いいですか。じゃあちーちゃんって呼んでください。はい、はるかさんはなんて呼ばれてますか、普段。私は普段はだいたいなんか名字が芋うっていうんですけど、あ、はい、芋がやっぱちょっと特徴的なんで、なんか芋ちゃんって呼ばれること多いです。芋ちゃん。かわいいですね、芋ちゃん。よかった。芋ちゃんか。じゃあ芋ちゃんって初めて呼ぶ、周りに芋ちゃんっていう人いないんで、じゃあ芋ちゃんって呼ばせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お会いしたらちょっと聞いてみたいことがあったので、ちょっと質問をしていこうかなと思います。はい。CM は見ていただけましたか。あ、はい、全部見てます。ありがとうございます。CM 見ててなんかリアルだなって思うところとかってありますか。もう本当に全部そのままだなと思ってて、はい、結構忠実に再現されてるんだなって思ってます。え、見ててすごいなと思って。思い出がフラッシュバックしてきます。あ、そうですね、訓練中のやっぱりきつかった思い出とかたくさんあるので、そういうの思い出したりはしますね。怒られました、結構。私は結構怒られるのだったので、しかも実際の大和学校で、大和の養成所で撮影されてるので、すごいなと思って。逆にボートって知られてたんですか、この CM を撮るまで。知ってはいたんですけど、詳しくは全然知らなくて、この、CM をやるようになってからボートレースの魅力をどんどん教わっているというか。あ、そうなんですね。まだちょっとコロナ禍はなかなか会場までは行けてないんですけど、ニュース見たりとかして。なるほどですね。CM の中で起きることが全部こう新鮮というか、世界なんだと思って、あと、本当、なんだろう、プロだなって。もう養成所にいる時点で結構プロになって活躍することを想定してやってるので、そうですね、というか。そうですね。でも私たちもヤマトに入って初めて経験することとか見ることがほとんどだったので、なんかすごくそれもリアルだなって思いました。役として演じられてるところが、やっぱ養成所に通う中でどんどんこう、はい、今のスタンスをどんどん見つけていった感じですか。いえ、もう毎日をこなすのに必死って感じでした。一日をとにかく今日一日を終えることに必死で、なんか先のこととか全然考えれなかったですね、毎日。もうなんか素敵ですね。私も実際に養成所に今現在通われている方とかにもお会いしたんですけど、撮影の時に、今を生きてるというか、なんか本当に輝いてるなと思って。あ、本当ですか。輝いてたかな。輝いてます。一番新しい CM を見て、エンジンを実際に扱ってるところがあったんですけど、実際のエンジン使われてたんですか。なんか実際のエンジンはちょっと重すぎてっていうので、はい、ここだけ軽くしていただいて。あ、ちょっと部品を外したのかな。あ、なるほどですね。軽くしてやらせていただいて。あ、そうですね、危ないですかね。この本とかはもうほぼほぼ実際のエンジンの重さを持っていたので、ちょっとでした。そうですよね。なので、
実際に養成所に通われてる方々はリアルなエンジンを持ってやってらっしゃったんですけどなんかこんなに何回も持つことはないからそうですね、確かに、まあ、一つのなんか恒例行事みたいな感じであのエンジンを一人で運ぶっていうのが、うん、あの学校に入った時に絶対あるんですけど、普段は一人では持たないんですけど危ないので、うん、絶対本番の選手は二人で持つように決まってるんですけど、そうなんですね、あそうです、はい、本番のレースは絶対本当大事なものなので一人で持ったら危険なので二人で持つんですけど、訓練中はそのままこれだけ重たくて、まあ、危険なものっていうのを理解するために一人で持つっていう訓練をやるんですけど、そういうことだ、本当に、あ、そうですね、はい、実際の選手は絶対持ってないんですけど、はい、本当に私は18歳の時だったんですけど、うん、訓練を受けてたのが、もう腰も痛くて力もなかったので、まあそうですね、女子と男子でも同じもの持つんで、絶対無理じゃんって。なんか普段から体重管理とかされてるんで、なんか筋トレをして体を重くしてみたいなのではないと思うんで、結構エンジン持つってだいぶ大変なんじゃないかなって思いました。40キロちょっとあるんですけど、うんうん、もう人一人ですもんね。ですね、本当女子選手一人分ぐらいありますよね。どうしてボートレーサーになろうと思ってなんですか、きっかけとかありますか。私のところは母が選手をしていて、小さい時から一番身近にあった仕事がボートレースだったので、逆に他の仕事を考えたことがなくて、資料を見させていただいたら10歳の時にもうボートレーサーになりたいっていう夢が芽生えてたって書いてあった。そうですね、はい、なんか10歳の時とか本当夢なんてなかったんだそうですね。でもで、なんか2分の1成人式とかってされました、学校で。あ、そうですよね、なんかその時に夢を発表するあります、なんか機会が ありますか、うん、あって、その時になんとなくボートレーサーになれたらいいかなと思って言ったのが最初だったような気がします、うん、まあ、お家でもお母さんの姿も見ているし、そしてまあボートレースの会場で実際に走ってる姿を見たり、そしてやっぱりかっこいいなって思って、やっぱ憧れとかがあって最初にきっかけになったのかなみたいな思ったんですね。そうですね、本当にそうです、なんかかっこいいなっていうぼんやりとしたものですけど、私もああいうふうになれたらいいなっていう、本当に軽いって言ったらですけどっていう感じでしたね最初は、うん、何をきっかけにしたらこういう女優さんとかっていう夢に行き着いたんですか。そうですね、なんか私はずっと空手をやっていて、あー、へー、言えないで空手で選手になれたらいいなっていうふうに思って、でもなんかこうなかなか成績が振るわなくなった時に、あの夢をこうなくしてしまって、なんかもう何もなくなっちゃったというか、本当にもう空手しかないと思ってたんで、ないなって思ってる時に美術の授業で絵を描く機会があって、そこからこう、はい、なんか空手とはまた別の世界があるっていうのを知って、でこうなんか表現っていうものにこう興味が湧いてきて、あっていうのにありついた感じですね。あ、そうなんですね。じゃあ最初に女優さんになりたいなって思ったのはいくつぐらいの時だったんですか。高1とかですね、高校1年生。周りに女優さんになりたいって言ってる方っていましたか、他に。いや、周りにサッカー選手だったり、こういろんな夢がある人たちがたくさん集まってる学校に行かせていただいて、そこでなんかこう刺激をもらって、いいですね、挑戦してみようと思った。でもやっぱボートレーサーになりたいっていう人もいなかったんじゃないですか、周りに。それが中学校にも高校にもいたので、うん、でまたボートレースっていうのが近くにレース場とかがある地域だと多分なりたいって思う人もちらほらいて、全くボートがない
なんか、ね、熊本とか、うん、ボートレース場がないので多分全く知らないっていう風になると思うんですけど、うん、そうですね、福岡はボートレース場も3つあって、うん、ちょっと周りに選手の方とかが多かったりするので、何人か試験受けてる人とかもいましたね、うん、周りには、うんうん、周りにいるとやっぱ心強いですよね。こう同じ目標があったりするといいですよね。そうですね、確かに。なんか試合とかあったんですか、試合とか大会。あ、まあ、これっていうのではないですけど、ボートレースって男の人と女の人がまあ一緒に走るので、その中で母が一着を走ってる姿とかがすごくかっこよかったなっていう記憶はありますね。そうですね、5人、はい、5人男の人で、まあ1人女子で、こう一着を走ってるところとかはすごくかっこいいなと思っていつも見てましたね。やっぱいいですね、なんかこうずっとやっぱそのお母さんの姿とか見てたっていうのがやっぱずっと心の中にあると心強いですよね。そうですね、やっぱり一番悩みとかも分かってもらえますし、相談しやすい人が身近にいて、それはありがたいなって思いますね。ボートレーサーとしての、まあ、職業の魅力とかって教えていただけたりしますか？そうですね、うーん、私はやっぱり一番いいなと思っているところは、女性でも男性に勝てるスポーツっていうのが一番の魅力だなと思ってて、中学高校は陸上をしてたんですけど、もちろん陸上で女子が男子に勝てることなんてもう絶対ないですし、他の、まあ、空手とかもそうだと思いますし、もうどのスポーツにおいてもやっぱり力の差とか動体視力とかって絶対私たち女性の方が劣ってしまうんですけど、ボートは同じこのフィールドで、まあ、体重差っていうのはありますけど、その中で女子が男子に勝つってすごくかっこいいことだなと思ってて、が、まあ、一番の魅力かなと思いますね、うん、いや本当に私も空手で挫折した理由の中に男女混合で戦うことがあって、そういう時は、体格が違うので、こう負けてしまうことがあって、それがすごいこう悔しかったというか、だからやっぱボートレースにおいてはそれが関係ないっていうのがすごい魅力だなって思いますね。確かにもう女優やってなかったらボートレーサー目指してるかもしれないです本当ですか？でも、うん、似合いそうですけど、背高いですよね。そうですね。背が高いですよね。でもそんなに関係ないですかね。体重さえ軽ければ、はい、大丈夫ですけど、体重軽いですもんね。でもなんか CM を見てて、神尾さんにちょっとこう強く言われてるシーンとかをたくさん、まあるじゃないですか。を見ていつも。頑張れと思って、まあ、もう男子にも来るなと思ってやっぱり理解そうですね、やっぱり男子がどうしても体重も多い、多いので、絶対訓練も、まあ、30人くらい男子で女子が8人とかだったんですけど、やっぱりちょっと女子って、で成績もやっぱり悪かったりするので、まあ、負けてしまうとこも多いんで、うん、って思いながら CM 見て、いつ もう最後は勝ってくれるのかなって思いながら最後まで見ていただきたいですね、はい、そこはと思って楽しみに見てます、はい、逆に女優さんの魅力って何ですか？そうですね、魅力、いろんな人の人生を歩むので、自分一人では味わえないような人生経験を得られるっていうことだったり、普段こう人と接するのがうまくなかったりしたとしても、こうなんかセリフがあったりすると、こう今までこう自分が気づいてなかったような感情が出せたりとか、なんかこう人間味が増すというか、より人間であれるみたいなところ。へー、なるほどですね。なんか、なんか、なんかこう見られる側をすごく考えるんじゃなくて、自分がやる中の魅力っていうのがたくさんあるんですね。そっか、なんかこう見られる方ばっかり考えてました。割ともうなんかこう自分の中でいろいろこう葛藤したりとか、
得ていくものが多いので、うん、それ本当ですね、うん、勉強することが多いなって思いますね。へー、なんかすごい素敵ですね、うん、経験できないことが。そうですね。小山選手にとってファンはどんな存在ですか、はい、ファンの皆さんは。そうですね、やっぱり声援とかも大事ってすごく聞こえるので、レースしてる途中でも、うん、特に名前ちひろとか呼んで言ってたりするとやっぱりすごくこう頑張る力になるんですけど、特に手紙とかを、まあ、いただいたりして、大山さんの走りに元気をもらってますとかって言われると、うんうん、最初は選手になった時は自分のためだけに走ってたんですけど、なんか私の走りを見て元気になってくれる人がいるんだっていうことに、まあ、びっくりして、またそういう人に元気与えれたらいいなと思って、なんか一つのモチベーションの一つというかにどんどんなってきましたね。特に、ま、コロナになってしまってファンの方に直接会うこととかが全くなくなったので、本当にこうやってリモートとか、前はトークショーとかたくさんあって、まあ、握手会に行ったりですね、多分あると思いますけど、全くなくなって余計こうファンの人ってあれだけこれだけなんかいなくなると寂しいんだなって改めて思うことが増えましたね。すごいわかります。そうですよね。そうなんかこう握手会とか、うん、こうイベントとかってなくなったりしましたか？そうですね、本当にめっきりなくなりましたね。そうですよね。映画上映しても会う機会がなかったりするので、うん、本当にこう届いたのかなって心配になることとかもあって本当ですね。どんな方法があったのかもわからないあだったりするので、やっぱこうまあツイッターだったりインスタだったり SNS とかでこうなんか書き込んでもらってたりすると、なんか妹ちゃん頑張ってるねって言ってもらってる分見るだけでなんかもう嬉しいというか、あちゃんと届いてるっていうのがこう分かったり、でもまあ本当に顔を見てなんだろう、笑顔になってるところを見るのがすごい幸せですね。そうですよね、まあ、今だから、まあ、SNS とかあるので前よりはそうですね、ファンの方の声って聞けますけど、やっぱりいざ会ってこうサイン書いたりそうです、ね、お話ししたりっていうのがやっぱり一番元気というか、なんか逆にこうなりますよね。なります。そうですよね。なんか私なんかを見てそんな言ってくれるんだって思いますよね。私もすごく思います。それ手紙をいただいた時になんかこう自分がこう迷ってたりしたタイミングだったんですけど、つながってるのかなんかこう、うん、自分をなんだろう励ますような手紙をいただいたことがあって、あこう逆にこうもらってばっかりってで元気を、その手紙を見てくよくよしてる場合じゃないなっていうのをその時に思って、すごい今の感じになってますね。早く実際会える時が来たらいいなってすごく思いますよね。あれですよね、コンビニとかにとかでもあるよね。そうですよね。まあ、またプロフィールとは違う趣味が現れてご飯が美味しい。ボートしに来たと。